いらっしゃいませ。3名様で。ああ、ご指名はございますか。サッチャ、ああ、いや、サエコさん頼むわ。かしこまりました。失礼します。3番テーブルご指名です。ごめんなさい、失礼します。ちょっとランちゃん、キリュウさん、何このメンツ。そっか、キリュウさんがガンだったなんてね。俺も最初に聞いた時はショックだったよ。けどこの話はもう一周回って、今は次のステップだ。それがエンディングノートのリスト？ああ、こうなりゃ何としても全部達成してほしくってさ。俺と孫輝でがっつりサポートするつもりよ。なるほど、なんかそう聞くと燃えてくるね。そこでなんだがな、さっちゃん、俺と孫輝だけじゃちょっとだけ心細くてよ、もう一人仲間が欲しいんだ。ふんふん、じゃあそれが私ってわけ？そういうこと。手伝ってくれるか？当たり前でしょ。むしろ私を外しちゃお話にならないじゃん。安心して、キリュウさん、私がどこにだって案内してあげるから。迷惑じゃねえのか？何言ってんの、水臭い。またみんなでやろうよ、前みたいにさ。それにほら、なんちゃんと孫輝だけじゃ花がないんじゃない？ふっ、面白いことを言う。なら、その花と花がどれほどのものか見せてもらおうじゃないか。オッケー、相手に不足はないってところね。おい、今何が起きてるんだ？チームが一つにまとまったってやつですよ。というわけで、よろしくどうぞ、キリュウさん。これでサッちゃんも決まりだ。じゃあまずはキリュウさんご所望のカラオケ行こうぜ。正直、少し意外だった。うん？お前はもっと桐生さんに療養を迫るかと思っていた。職業的な立場からしてもね。そうしたいのは山々だけどよ。ほら、北風と太陽だ。ん？桐生さんがああ言ってんだ。滅多なことで気持ちを変えられるもんじゃねえ。けど医者が言ってた。何かのきっかけで考えが変わるかもしれないってよ。だから作戦変更だ。桐生さんに思いっきりやりたいことを楽しんでもらう。そんで生きてるって最高って感じてもらうんだ。そしたら生きようと思い直すかもしれない。そういうこと。後でサッチャーにも言っとくつもりだ、このエンディングノートの真の狙いってやつをな。孫輝も頼むぜ。あの人を黙って死なせてたまるかってんだ。全く同感だ。なんちゃん、一番元気でやってる？ハワイでトラブルに巻き込まれてるよ。それもあいつらしいだろ。ねえ、キリュウさん。ああ、俺が向こうで会った時はもう警察に手錠かけられてたからな。なんていうか、相変わらず気になるよな、一番のこと。うん、別に、なんとなく聞いてみただけ。あれ、そうなのか。